皆さんこんにちは、なみきです。そして進藤大輔さんです。よろしくお願いしますお願いしますお願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、まあ、あの前回、うん、プレジデンスカップ行かれてましたよね。東京で受けて喋ってたんですけど、生中継、はい、実際どういう大会なんですか？世界選抜対アメリカ選抜で、まさにですね、名誉と名誉をかけた大会、そこに世界選抜松山英樹率いるチームがぶつかっていくみたいな。あれいかがでしたか？いや、今回はですね、過去20年間の中でもう一番いい大会だったんじゃないかなと。もう初戦から5ポイント中4ポイント取って、はい、5戦中4勝ですよね。もう2日目もリード、3日目終わってもリード、最終日のシングルスでもうね、世界選抜が勝つかと思ったんですけど、まあ、津山選手もね、エースとしてもうすっごい大活躍でしたし、面白かったです。私もね、SNS とかも拝見させていただいて、うん、いやすごいなと思ってたんですけど、まあ、あれ見るとやっぱもうちょっと現場を行きたいなって思っちゃって、見てみたいなっていう、そのやっぱ臨場感みたいなのって行かないと分かんないですもんね。うん、で今回その私たちもプレジデンスカップ、ゴルフ版やったじゃないですか。うん、はい、であの時の動画もめちゃくちゃ反響良くて、ね、見たいですね、はい、見てない人はですね、ぜひ見てくださいね。うん、進藤さんも出ていて、ふとしみたとガクさんと、まあ、楽しいプレーになってるので、はい、見てみてください。でね、このゴルフネットワークさんなんですけど、うん、あ、プレジデンスカップを生配信してたのはもちろんですけど、それ以外にも、うん、PGA ツアー配信してたりして、はい、でこう直近で言うとこれかな、ウエイストマネジメントフェニックスオープン、はい、これになんとまた津山英樹プロが出られるということで、はい、こちらも見れるそうなので皆さんぜひね見てみてください。これね、過去、はい、2016、17年とね2連覇した、もう相性いい大会ですから。そうなんですね、うん、じゃあ今回はちょっと期待できそうですね。これどんな試合か知ってますどんな感じなんですか？1週間で80万人お客さんが来る試合です。1週間で80万人も来るんですか？はい、めちゃくちゃすごい盛り上がります。世界一ギャラリーが多い大会なんです。それで有名なんですね。うん、僕はこれは解説入ってます。あ、日本でまたこれも解説。はい、やらせていただきます。進藤さんの、ね、解説にも皆さんご注目くださいね。はい、もう2回勝ってますからおお、そうですね、はい、お話ができたらなと思います。はい、でね、ゴルフネットワークさんではですね、はい、他の番組もたくさんやってまして、うん、ちょっとこれ私びっくりしたんですけど、チーム星座は、うん、の番組もあるらしいんですよ。はい、知ってましたか？はい、知ってます。お、私もちょっと見てみようと思うんですけど、うん、皆さんこの中でラインナップたくさんありますので、ぜひこちらの方も見てみてください。でね、ちょっとここで皆様にお詫びがあるんですけども、うん、はい、プレジデンツカップの動画が3本上がったと思うんですけど、うん、そのうちの2本目ですね、はい、の最後に並木クイズやったの覚えてますか？はい、覚えてますよ。で、あそこでですね、ちょっと音声に乱れがありまして、ちょっと聞き取りづらかったんですね。ということで今回ですね、ちょっとちゃんとしっかり聞きやすいものにしてまた新しくねしましたので、はい、そちらの方皆さん今から流しますので、どうぞご覧くださいザ・プレジデンスカップクイズ、イエーイ。まだまだ続きます。続きましてこちら、今大会で13回目ですが、今までで最年少出場は誰でしょう？おー、誰だろう。じゃあ順番に答えていきますか。私みんから。私から。最年少、言わないで、言わないで、あ、言わないで。俺も多分これ、多分当たり石川遼さん。はい、じゃあ次進藤さん。石川遼。中井プロ。石川遼君。お、言った当たった。正解は石川遼選手です。え、これ私が正解ってことですよねこれどうなるんですか？どういうシステムなんだこれ。いや今分かんなかったな。乗ったんだね、乗ったんだね。あ、そうだと思って。でちなみに石川遼プロなんですけども、出場したのが2009年の18歳。のさ、はい、じゃあ続きまして、まだまだありますのでやっていきましょう。続きましてこちら、並木が初めて出場した大会は何でしょう？大会？一応私も
出場した大会があって質問したいです。大会っていうことはスポーツってことですか？はい。あ、スポーツなの？スポーツなの？あ、そう。学園祭とかじゃなくって、なんかすごい文化部のイメージしかないんだけど。スポーツ、これは唯一ですね。小学生の時に、小学生の時に、はい、出たもの。待って、並木さんがスポーツしてるイメージがない。でも結構その音楽が好きっていうのは皆さん知ってると思うんですけど、そことちょっと関係してるのかな。どうなんだろう。いや、関係してないか。関係してるの？なんか排気量的使うところが、使うところが、あ、もうそこまでしか。筋肉？あ、違う。使うところが水泳と思ったの。ベッベーン。なんかムカつく、なんかムカつく。答えはですね、もう答え言っちゃうの？もう考えさせないの？もう一回。ちょっと待って、私が音楽の中でも一番好きなのは何ですか？何することが好きですか？歌う、あ、歌う。カラオケ大会。カラオケ大会。スポーツ。スポーツじゃなくね。はい、はい、ダンスの発表会とか。うん、違う。あれ、創作ダンス。これじゃあ言っちゃいましょうか、はい、正解は、はい、正解は駅伝でした。駅伝って言った、はい、駅伝って意外すぎる。なんか長距離は意外と得意 でなんかやっぱ肺活量って使うじゃないですか、はいはい、で、まあ、それが歌に生きてるっていうか。あ、そうですね、へーですよね。どうでもいいわね。はい、ということで、はい、ここで終了です。ではこのゴルフネットワークさん、もっといろんな、ね、番組やってますので、その詳細とかも、ね、皆さん概要欄の URL に貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。バイバイ、お願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。せーの、また見てね。